静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域機械工学系列の山際良樹先生をご紹介します。研究分野は宇宙工学、推進工学、環境工学としており、現在の研究テーマは将来型宇宙輸送システムに関する研究と、宇宙開発が地球生態、経済系に及ぼす影響についての研究です。はい、皆さんこんにちは。静岡大学工学部機械工学科の山際良樹です。本日はですね、当研究室の将来型宇宙輸送システムに関する研究について説明させていただきます。将来型の宇宙輸送システムというのは、具体的にはですね、推進剤を使わないで宇宙輸送しようというシステムになります。本日はですね、この宇宙、その中でも宇宙テザーと宇宙エレベーターということを中心に説明させていただきます。その前にまず現在使われている宇宙輸送システム、これがどういうものかということですけれども、これは化学ロケットということになります。代表的なものとして H2 ロケットとかスペースシャトルなんていうのがありますけれども、この化学ロケットというのはロケットの中にあるエンジンですね、このエンジンの中で燃料を燃焼させることで非常に高エネルギーのガスを発生させて、それを噴射することで、その噴射する反動で飛んでいくというのが化学ロケットになります。こういうですね、化学ロケットですけども、この打ち上げのシーンなんかを見てわかるようにですね、大量のガスを噴射しないと飛んでいかないということになります。で、その化学ロケットの欠点ということは、これは燃費が悪いということですね。したがって、そのロケットを動かすために大量の推進剤がいるということになります。具体的にはこの表にありますようにですね、打ち上げロケットの場合ですと、だいたい9割近くですね、9割近くが推進剤ということになって、運べる分はほんの1割ということになります。じゃあこれを良くするにはどうすればいいかということですけども、将来のですね、大量宇宙輸送時代を考えますと、もっと効率の良いですね、ロケット宇宙輸送システムが必要になるということになります。その具体的な方策としては、このロケットから噴射するガスのスピードを速くする、もしくは推進剤を使わないというのが理想的な方法だということになります。で、またもう一つですね、こういう化学ロケットですけれども、その噴射される大量のガスというのは、これは地球環境にですね、非常に大きな影響を与えるということになります。例えばスペースシャトルなんかですけれども、ここで噴射されるロケットの排出物というのは、なんとですね、ジャンボジェット、これの10倍ぐらいの排気ガスが噴射されることになります。それは塩素酸化物であったり水であったりするわけですけれども、こういったものによって大気のオゾン層が破壊されたりですね、電離層が破壊されたりするということになります。したがってやはりですね、推進剤を使わない宇宙輸送システムというのが環境の面でも理想的ということになるかと思います。では、こういう燃料を使わない宇宙輸送システムというものはといいますと、宇宙テザー、もしくはソーラーセールといったものがありますけれども、ソーラーセールというのは宇宙ヨットなんですけれども、ここではですね、この宇宙テザーというものについて説明させていただきます。宇宙テザーというのは、これはですね、宇宙船から伸びた非常に細長いワイヤー、もしくは高張力合成繊維のことを言います。で、この単純な紐によって一体どうやって輸送できるのかということですけれども、その方法としては、導電テザーというものと回転テザーという方法があります。まず回転テザー、こちらは非常にですね、シンプルな方法ですけれども、これは軌道上をそのテザーを伸ばしたシステム自体が回転しながら軌道上をこう回ることになります。回っているというですね、そういうものを回転テザーというふうに読みます。で、この回転テザーによって、輸送、地球から輸送されてきた荷物ですね、ペイロードというふうに呼びますけれども、これをこのテザーの先端で引っ掛けてやってですね、ぐるっと回してやります。そしてあるところで切り離してやる。そうするとこの荷物がですね、高い軌道に行ったり、さらにはですね、月とか火星に輸送することも可能になります。もう少し具体的に図で示しますと、このペイロードという荷物が地
球の周辺を周回しているとします。それも高い軌道ですね。ここで回転しながら軌道上を回っているテザーシステムというのがあることになります。それをこの低い軌道のところでこのテザーの先端で荷物をキャッチしてやる。でさらにぐるっと軌道を回ってきて、でまた低い軌道に来た時に切り離してやるということになります。そうするとですね、最初青い軌道にあった荷物がですね、こういう黒い高い軌道に移るということになるわけですね。つまりテザーの回転する運動量ですね、これをうまく利用して輸送しようということになります。まあ、いわば宇宙におけるハンマー投げと考えてもらえばいいかと思います。まあ、こういうものが回転テザーと呼ばれるものです。さらにもう一つの導電テザーというのはどういうものかと言いますと、これはですね、宇宙でテザーを展開します。でこのテザーに電流を流してあるということになります。でこのテザーというのは宇宙で展開しますと地球に対してほぼですね垂直に伸びることになります。一方地球には磁場がありますね。南極から北極にかけて磁力線が走っていることになります。でこの磁力線というのは赤道面とか日本の付近ではほぼですね地上に平行に走っていることになります。でここでこのテザー垂直のテザーに電流を流してやりますと電流と磁場が直交する形になりますね。すると皆さん中学の時にフレーミングの左手の法則というのを習われたかと思いますけれども、これによって電流と磁場、この直交するこの両方に直交する方に力が働くことになります。この力を推力としようということになります。でこの推力がちょうど軌道を周回している方向に働きますので、このテザーのシステム宇宙船を加速したり減速したりすることができるということになります。つまり地球の磁場をうまく利用してですね推進剤を全く使わずにですね輸送しようというのがこれが導電テザーということになります。まあ、こういうふうないろんな推進剤を使わない輸送が可能なのが宇宙テザーということになります。で静岡大学ではじゃあどういう研究をやっているかといいますと、まあ、こういう宇宙テザーを使った宇宙輸送システムの最適設計はどうすればいいかということ、それからこのテザーという非常に細長いシステムですね、これはどういう動きをするかというもののモデル化、さらにはこのシステムを実用化するためにそれぞれの要素技術を宇宙実証しようという、まあ、こういったことを実施しています。実際ですね、うちの大学、JAXA なんかのチームと一緒に2010年にはロケット実験によってこの導電テザーの作動を確かめています。さらには2014年ですね、これは軌道上でですねこの導電テザーの実験をやったりしていまして、もうすでにですね宇宙実験の段階まで来ているのが導電テザーということになります。一方回転テザーの方はこれはですねもう少し先の話になるかと思います。で、まあ、このテザーこれをですね、ずっと伸ばしてきて宇宙ステーションと地上を結んでやって、そのテザーに沿ってエレベーターを行ったり来たりして輸送しようというのがこれが宇宙エレベーターになります。つまり宇宙テザーというのは宇宙エレベーターの最も基礎的な部分ということになるんですね。で宇宙エレベーター、今言ったようにですね、その地球と宇宙ステーションを結ぶんですけれども、当然地球というのは回転してますので、その回転からずれてしまうとこのシステムが成立しないということになります。でそのためには地球の回転と同期している軌道、これは地球高度3万6000キロの円軌道、赤道面上の円軌道ですけれども、この円軌道と結んでやるというのが基本になります。さらにはですね、そのまでは地球に落ちてきてしまうので、その外側に遠心力でですね引っ張ってシステムを保つということが必要になりまして、これがアンカーステーションということになります。したがってその宇宙エレベーターの構成としてはアンカーステーション、メインステーション、そしてテザー、そして荷物を運ぶクライマーということになるんですね。でこのテザーですけども、まあ、全体としてはこのシステムを成立させるためには10万キロぐらいの長さが必要になるということになります。まあこういう非常に大きなシステムですので、なかなかすぐにはですね実現しないということで、
少し前まではですね、本当に空想上の話だったんですけれども、最近ですね、新しい材料などが発明されて、この宇宙エレベーターも実現される可能性が出てきたということになります。で、この宇宙エレベーター作ったら一体何がいいのかということですけど、要は宇宙と地球を結んだそのケーブルに沿ってですね、荷物を運ぶわけですから、一度このシステムが作られれば何度でも運べるということになります。したがって1回あたりの輸送コストが非常に小さくなるということですね。一方、そのロケットのようにですね、打ち上げの時もしくは地球に戻ってくる時ですね、これ非常に大きな加速がかかるんですけれども、この宇宙エレベーターは、普通のエレベーターに乗って宇宙に行くようなそんな感覚ですので、大きな加速がかからないということになります。したがって人を輸送するということを考えると、子どもやお年寄りでも宇宙に行ける時代が来る、もしくはその荷物ということでも非常に精密な機器も安心して運べるということになります。一方、もちろんこれは排気ガスを出しながら飛んでいくわけではありませんので、排気ガスは出ないということで環境に優しいシステムということになるわけですね。したがって、この宇宙テザーを応用した宇宙エレベーター、これが実現化されればですね、宇宙へのアクセス性が非常に飛躍的に向上するということになります。もちろんこれを実現するためにはまだまだですね、いろんな技術的な課題があります。その材料の問題であったり、クライマー自体の構造であったり、いろんな問題があるわけですけれども、じゃあ静岡大学は一体どういうことをやってるかと言いますと、まずこの設計の基礎になるですね、テザーがどういうふうに動くかという、そのダイナミクスのモデル化、それからクライマーですね、クライマーはどういうふうに設計すればいいかというですね、どういうふうに設計すれば効率よく登れるかという、そういうふうな研究、さらにはこのそれぞれの今作れるですね、今可能な技術、これを宇宙エレベーターにその応用するためには、宇宙でちゃんとですね使えるかどうかというですね、そういう宇宙検証の実験を行っているということになります。で、クライマーということに関しましては、これはですね、毎年宇宙エレベーター競技会というのが開催されていまして、静岡大学でもですね、このクライマーを作って、その競技会に、競技会の中でですね、その技術を実証することということをやっています。このこちらの動画は3年前ですね、うちの大学から出場したクライマーということになります。で、この競技会はどういう競技会かと言いますと、高度1キロぐらいのところにバルーンを浮かしておいて、そこと地上をですね、テザーで結びまして、それに沿って、約1キロぐらいですね、10キロぐらいですね、10キロから20キロぐらいのクライマー、モデルクライマーですけども、これを参加する各チームが、その構造であったり、制御方法であったり、いろんなことを工夫してですね、どうすればこの効率よく登れるか、そういったことを競う競技会ということになります。で、この競技会はもうすでにいろんな世界記録も出てまして、スピードで言いますと瞬間的には時速100キロぐらいですね。それから高度で言うと時速 1.1 キロから 1.2 キロ、こういったものが現在達成されています。さらに宇宙実証ということで、静岡大学ではですね、10センチ角の小さな衛星ですね、キューブサットというふうに呼ぶわけですけれども、これを親子2台使って、その間をテザーで結ぶ、このテザーを宇宙で展開するというですね、実験をやる予定になっています。で、これはですね、2016年の夏あたりに、国際宇宙ステーションの日本実験棟希望から放出されて実験を行うですね、そういう予定になっています。で、現在2015年現在ですね、この開発中ということになります。具体的にはこう親子の2つの衛星ですね、これはまず電源を得るための太陽電池パドルを開いて、そこで分離するという実験をやることになります。宇宙で、そのテザーを使うためには、そのテザーを
何かに巻いてですね持ってってそこで展開するということが必要になるんで、その技術は非常に重要ということになるんで、この実験が成功するとですね、その宇宙でこのテザーを展開する時の将来のですね、その実用に向けたですね第一歩になるということになります。さらにはこのテザーを展開するとともに、展開したテザーに沿って宇宙で昇降機を動かすにはどういうふうにすればいいか、どういう動きをするか、そういったものを実用するための衛星も現在開発中です。これは2018年か19年あたりですね、実験することになるかと思います。まあ、以上ですね、宇宙テザーのとに関する実験というのを当研究室で行っていますけれども、こういった宇宙テザーの研究も含めてですね、静岡大学では JAXA といろいろと共同で研究している研究テーマもあります。で、このそういった宇宙に関する研究ですけれども、これはですね、皆さんがもし大学に来て卒業研究とか、さらにはその上の大学院に進んだ時ですね、その JAXA に皆さん実際に行って研究するということが可能な制度が静岡大学であります。 JAXA と連携大学院という協定を結んでるんですね。で、これによって、毎年ですね、現在毎年、4、5名の学生さんが JAXA に行って、実際に研究をしています。というふうに、まあ、静岡大学ですけれども、と山際研究室も含めてですね、その宇宙関係の研究をしたい、もしくは将来宇宙関係の進路、会社とかそういったところに進みたいという方にとってはですね、静岡大学工学部の機械工学科、これは非常にですね、最適なところということが言えるかと思います。ということなんで、まあ、この宇宙関係、航空も含めてですね、航空宇宙関係に興味ある方というのはですね、ぜひその静岡大学工学部というところへの進路ですね、これも考えてもらえばと思います。以上です。ありがとうございます。